邪魔者はとっとと退散させていただきます。ええ、どうせ私は邪魔者ですから。別に怒っていません。ライアンとあなたがどんな内緒話をしようが私には関係ありませんし、ですからどうぞごゆっくり。焼き餅焼いちゃって可愛いですね。トレーナーさんのことを落としちゃおうなんて考えてないのに。多分トレーナーさんは気づいてると思いますけど、今のあの子すごく無理してますよ。